県内はきょうも午前中から気温が上がり、埼玉で今年の最高気温を記録するなど、各地で厳しい暑さとなりました。この暑さで今年に入って最も多い113人が熱中症の疑いで救急搬送されました。日中の最高気温は埼玉で 38.6 度、越谷で 38.2 度、所沢で 37.4 度を記録し、今年一番の暑さとなるなど、県内8カ所ある観測地点のうち6カ所で35度以上の猛暑日となりました。気温はいずれも最も暑い時期を上回り、県内では午後4時の時点で113人が熱中症の疑いで救急搬送され、今年に入って最も多くなりました。このうち5人が重症となっています。明日も日中の最高気温は埼玉で36度、熊谷で37度と予想されていて、熱中症に注意が必要です。不要不急の外出は避ける、室内でも我慢せずにエアコンを使用するなど、十分な対策を心がけてください。